今宵は引用キャラの知力を上げるためステータス家臣を育成します。家臣討伐は NPC 出雲の奥にから修練の指示や英傑による指導を経て強力な家臣を育成することができるシステムです。最初は家臣を登用するところから始めます。生命も上げたいので職業は鍛冶屋を選択します。初期ぶりは知力を10にしました。出雲の奥に話しかけ家臣討伐を開始するを選びます。育てる家臣を指導してくれる指南英傑を5人選択します。英傑は育成技能と呼ばれる技能を持っており、能力値上昇などの効果があります。今回は、知力を上げてくれる英傑を選びました。指南用具は、特定の能力値を上昇させたりするなどの効果があります。家臣討伐を開始したら、出雲の奥にのメニューから、家臣討伐を進めるを選びます。すると、修練と呼ばれる訓練内容が4つ提示されます。その中から1つを選び、実行すると、家臣のレベルが上がり、能力値が上昇します。訓練内容はランダムですが、指南英傑によって確率が変わるらしいです。修練は、名称に応じた能力が主に上昇します。また、修練に協力してくれる英傑に応じて、家臣の能力値の上昇量がアップします。修練は、城下町の訓練施設で行われます。修練の内容に対応した施設の NPC に話しかけると、修練が実行されます。その後、出雲の奥にから、家臣討伐を進めるを選択すると、家臣の成長を確認できます。1回で家臣レベルが4程度上昇します。修練を行うには家臣体力を消費します。家臣体力は時間で回復しますが、家臣体力薬を使って回復も可能です。指南用具修練秘伝を使用すると対応する能力値が割合で上昇します。家臣レベルが50になったら、特化を選択します。今回は、技能で生命が上昇する鎧鍛冶を選びます。指南用具、討伐検討書を使用すると、修練の内容や配置される英傑を更新できます。なお、更新しても、希望の修練が出てくる保証はありません。指南用具、修練教本を使用すると、対応する能力値が加算で上昇します。レベル85で育成は完了です。鎧鍛冶の技能を設定すると、生命 34,836、予定は4万でしたので残念です。知力 3,347、予定の3000以上を達成できました。事前に家臣装備関連材を入手しておきます。忘却の魔境にいる一等を月人さんから武田と交換します。家臣に装備を着せます。今回は、懐が寂しいので、波動装備にしています。家臣装備関連材を使用すると、完成です。生命、35,804。知力、3,471。予定よりも、しょぼいです。引用のステータスは、生命、41,88。
知力3518。主従の力、倉庫にあった17個を使います。家臣と絆を結ぶと。生命37149、3039年。知力3822、304増。いつか育成し直しかも。